コシオガマ族は、ハマウツボカの族の一つ。かつては、ゴマのハグサカに含められていた。半規生植物の一年草。茎は直立するか斜上し、繊毛がやや密に生える。葉は耐性し、深く裂け、劣片は、さらに細かく分かれ、繊毛が多い。花は、茎の上部の溶液ごとに一個つける。ガは、金状になり、先は埋列し、繊毛がある。 加管は、筒状で先は神経になり、上唇と下唇に分かれる。上唇は2列して平らな株と形になり、列片は、円は外側に反り返り、下唇は三列して上唇より長く、加管内部に隆起した2列の状があって、列片は開けでする。湯水は4個が、鼻冠無流は唇側にあり、下側2本は上側2本より長い。下中は1個で細長く。 先端は、やや太くなり、上下不揃いな二辺に裂ける。脂肪は二室あり、各室に、多数の胚種がある。果実は歪んだ卵型の果てで先があり、半分が、額に包まれ、多数の種子が入り、熟すと歩をセレクカイする。種子は楕円型になり、縦に走る数本の翼がある。東アジアに五種知られ、うち日本には一種分布する。学名のセイロスパーメムは、 ギリシャ語のセナースペルマに由来し、種子の形が白身に似ることによる、ありがとうございます。